件は、暴れ回った千山と彼女を焚きつけた神原部長の寮成敗にて一応の決着を満たす。こんな人が新部長だなんて。これから1年間骨が折れそうっすね。最後まで見てくれて、ありがとう。これからも、よろしくお願いします。チャンネル登録、よろしくお願いします。